ようなおまに誰もいねえ。これは荒らせた。くそ、また人さらいか。おいおめえら、この辺りくまなく探しやがれ。特にホーマンの屋敷に続く辺りは徹底的に探りやがれ。今日こそ出発かむぞ。くそ、俺っちの町荒らしまくりやがって。ホーマンの野郎、絶対許さねえ。今日こそ。市中見回りの岡田である。フォーマン殿にお目通りを。これはこれは岡田君、こんな夜更けに僕の屋敷に来てくれるとは。美味しいお酒でも飲みたくなったのかな。いいよ、岡っ引きの人生では到底味わえない至高の一杯をあげようじゃないか。たった今市中で人さらいが起きた。おやおや、またかい。越してきたばかりだが、この町は随分と物騒だね。しらばっくれるな。どこにあった？あれあれ、もしかして僕疑われてるのかな。当たり前だ。お前がこの班に来てからこの事件は連続して起こり、お前が経営している別の班にある花屋にこの町でさらわれた女に酷似した者がいたとの証言も入ってる。不思議なこともあるもんだね。不思議なことではない。貴様が言ったのかい。何をだ。そのとても似てる女がだよ、私はさらわれた被害者ですって言ったのかい。それは言うわけないさ。そんな事件はないんだから。ただの空にだろ。僕は真っ当な飽きんどさ、よそ様に言えないことなんて一切やってない。だってほら、言えないってことは誰かに恨みを買うようなことってことだろ。飽きんどの僕が憎しみなんていう生産性のない危ない商品取り扱うはずがないじゃないか。抜け抜けと。いいのかな岡田君、僕は違うと言っている。そして君も証拠は持っていない。それなのに僕が犯人だと断定し続けるその態度、今君は僕に対し大量の憎しみを売っているよ。そして僕はそれを大量に仕入れてる。一度冷静になった方がいい。さもなければこの町のほとんど全てに出資するこのホーマンが仕入れた憎しみが君とその周りに降り注ぐことになるよ。お花ちゃんだっけ、なんだかとても器量のいい子だそうじゃないか。失礼する。その身に刻むといい、アキンドに憎しみを生む恐ろしさを。バナ、あなた、お帰りなさい。よかった、無事だったか。何かあったの？いや、なんでもねえ。なんでもない顔してないじゃない。ね、話して。いいんだよ。これから先あんまり一人で出歩くな。一人で出歩くなって言ったって、あなたは昼も夜もなく仕事でしょ。私が家から出ずにどうやって家のことを回すんですか。そりゃ岡っ引きの妻になると決めた時に私は危険に巻き込まれる覚悟は済ませています。あなたは気にせず活動なさって。しかしよ、それに何かあったらあなたが助けてくれるんでしょ。まあな。この町ごと私を守ってくれるって言ってくれたこと、私は忘れませんよ。お。さ、それなら行ってらっしゃい。家に帰ってくる暇なんてないんでしょ。いいのかい。今の町にはあなたが必要。そうでしょ。私は待ちますから。後で、ずっと可愛がってくださいな。
わかった。くれぐれも気をつけるんだぞ。はい、いってらっしゃい。ええ、何か尻尾がつかめると思ったんですが。バカ野郎、ホーマン様はこの町に多大な出資をしてくださっている方だ。そのホーマン様に変な目向きだとなっちゃ町中から恨みを買っちまうだろうが。でも絶対あいつが。それに俺たち全員で散々ホーマン様の周りを調べ尽くしただろうが、それなのに誇り一つ出やしねえんだ。それなのに疑うってことはあっちゃならねえ。これが一つも出ないなんていうこと自体が埃まみれの証拠です。命令だ。お前さんはもうこの件には関わるな。でもいいな。この命令に従わなかったらお前さんの敵だ。わかりました。おお、そうか、それはよかった。じゃあおとなしく三番街に行け。で、そこでは何が。盗みの予告状だとよ。貴族だか忍びだか知らねえが、はた迷惑な話だぜ。忍び。ここ最近はあの男ではなく小娘が犯人だそうだ。おかっぴきが小娘一人に舐められたとあっちゃメンツが潰れら。何としてでも捕まえろ。いいな。へ。俺が身を光らせねえと、また人さらいが増えちまうっつうのに。あの忍びの野郎、迷惑ばっかかけやがって。出やがったな。おー、リーちゃんとこの忍びか。今日こそお縄につかせてやるよ。あんたみたいなものまに捕まるわけねえだろ。名前聞いやがって。忍びのくせに姿見られてる時点でお前はあの竜将とは格が違うってこった。この俺様から逃げられると思うなよ。見られてんじゃねえ、見せてんだよ。そんなこともわかんねえのか、この兵庫。いやろ、怪我しても知らねえぞ。かすりもしねえよ。へえ、話よりはやるじゃん。こっちとら頻繁に竜将と切り合ってんだ。てめえみてえな小娘に遅れを取ってたまるかよ。なるほど、頻繁に追い回されてるふりをして修行をつけてたってか。相変わらずあの人は遠回しのことが好きだな。何の話だ。あんたが踏んでいないって話だ。どうだ。おめえ龍角にと小娘だろ。なんで賊に。賊じゃねえ、この蔵で盗み出されてたんだろ。収入を奪った金を奪われた人の元に返すだけだ。ま、直前でその金はどっかに移されたみてえで、不法つばったけどな。不正だろうが不発だろうが、それは盗むつもりだったってのが悪事な違いね。悪じゃねえ。これは私の任道であり、私にとっては正義だ。正義か。それはとても危険なことなんじゃないかい。なんでさ。俺っちにも正義はある。父親の割として、この町を守るっていう正義だな。俺のふるさとを守る。これが俺の夢だからな。じゃあこいつ楽にさっさと捕まえる。俺っちには力も権力も、それを支える正義という大義名分もある。だが正義を掲げる俺っちが目の前にいる奴らひたすらに捕まえて裁いて、それが仮に間違ってたらどうする。正義ってのを掲げれば気分はいいかな。行き過ぎるとそれは悪になるんだよ。お前さんは悪の道を走ってる。くだらな。何、あんたら大人はみんなそうさ。綺麗事とヘリクスの中で全てを真っ平らにして、世界には尖った思考はいらないって躍起になるのさ。そうやってお利口さんのふりをして周りとの情報を取った気になって、知らずに自分を捨てていくのさ。俺っちが自分を捨てるっていうのか。そうだよ。あんたなんでおかっぴきの道に進んだんだよ。言っただろ、俺のふるさとを守る夢のためだ。でもこの町では不正に人さらいの横行をしている。なんだい。それは奴らの本物で尻尾を出さねば。その奴らに対してあんたは何をしたんだい。
尻尾を掴もうと努力して。その努力、最善なのかい？マリッチが間違ってるっつうのか？ドロいっつってんだよ。いろんなこと考えすぎて。自分が一番やりたいことをないがしろにしてるって言ってんだ。ああだこうだごたくなられて、結局誰かの思考とか世間の考え方で、自分の夢とか希望とか、そういう最初の原動力を殺してんじゃねえかよ。救いたいと思ったんだら救えよ、全力で。そうしたら今以上に何かが生まれんじゃねえのか？辛くても苦しくても、しんどくても諦めんなよ。あがきよ。泥まみれになろうとも、這いつくばって一歩一歩進んで全力で走ってみろよ。自分の夢叶えようとしてんだ。多少以上のリスクはあって当然だろ。それなのに何安全にいこうと進めようとしてんだよ。しっかりしろよ。子供に背中見せる大人だろ。大人のあんたが、ごたくに夢と活力潰されてたんじゃ、それを見て育つ子供は、夢の持ち方も、希望の意味も、そこに溢れる光り輝く感情も知らないで育っちまうじゃねえかよ。あがけよ。あがけよ。あがいてくれよ。大人だろ。ガキが何も知らねえで。知らねえよ。生まれてねえからな。人に何も言わずに、伝わるとか甘えてんじゃねえぞ。そんな甘えがあるから何でもなあなあに済ます癖がつくんだろうが。お前さんの言う通り、俺には何かが足りていねえのかもしれねえ。じゃあどうしたっつんだよ。だからあがけよ。自分に足りねえなら他にすがれよ。証拠がつかめねえ。それならそれをつかむ大事を考えろよ。だから私と出会って一枚にすべきは、その安っぽい正義感に私の道を騙そうとすることでも、私を捕まえようとすることでもなく、私に土下座でも何でもして証拠見つけてくれって頼むことだろ。それとも何か見張ることはできても、犬のために敵に頭下げることはできないとか。言っておくがな。ああ、いいよ。何でも聞いてやるよ。そしてそれをしっかりと聞いて理解した上で言ってやるよ。くだらねえってな。夢ってのはいいもんだろ。希望ってのは尊いもんだろ。そしてそれを支えるのはきっと勇気だ。私はそれらを考えるだけで胸が温かくなって頑張れるんだ。でもそれは、私にとってどこかにある手の届かないもんじゃない。いつだって胸の奥底にあって、私の原動力になってくれるもんだ。あんた、違うのか？おめえさんの言う通りだ。俺は、自分に何もかも足りねえって誰よりも気づいてた。でも、いずれ何とかなるっていうありもしねえ可能性にすがりながら、私の自分で何とかしようと吐いてたんだ。無駄だって気づいていながら、気づいていないふりをして、吐いてるモノマネをして、それで満足してたんだ。すまね、嬢ちゃんに言われるまで気づくことはできなかった。年下だ。本当なら俺っちが守らなきゃいけないお前にこんなことを頼むのは気が引けるんだけどよ。どういうことかはいらねえってな。分かった。俺っちに協力してくれ。俺っちの夢に巻き込まれてくれ。ああ、巻き込まれてやるよ。適当に聞かれてたことがあり、まっすぐな言葉には響くってもんさ。ありがとう。すぐに奴が人探してる証拠をつかみしてやるよ。あんたは奴に縄かける支度にもするんだね。もう逃げる。これは一体。岡田、お前に窃盗の疑いがかかっている。は？てめえの家の中から、三番街の金庫から盗まれた金銀が出てきた。俺っちの家で？はあ、お前の野郎、豆玉ねしやがって。って、俺の家から出てきたって言ったのか？お花は？共犯の罪ですでにしょっぴいた。そんなバカな話があるか？お前もわかるだろ。俺もお花もそんなことはしねえ。俺も信じられなかったが、額が額だ。お前さんの目がくらんで、立場を利用したとしても不思議じゃねえ。最近は色町を歩いてたみたいだしな。金が必要になったか。あれは違う。誘拐された犠牲者を見つけるために。ご宅は裁きの時に言え。今はとにかくおとなしくお縄に。おい、待て。俺を捕まえたきゃ走って追っかけてきな。逃げたら切られても文句は言えなくなるぞ。どうぞ、お前は全員まとめてかかってきやがる。
その工場で逃げんじゃねえ。お前ら、おえ、おえ。ほな、もう少し辛抱してくれよ。町も救って、お前も救ってやるからな。今すぐ駆けつけられない俺を呪ってくれていい。だから頼む。無事で、待っててくれよ。隠し扉既読や。隠し金庫に二重底か。随分徹底して隠してたみたいだね。こりゃ随分手広くやってたみたいだな。この子ら連れ戻すには骨が折れそうだ。じゃあさっさとその骨全部折っちゃおうか。ちっ隠し帳簿を見つけるとはさすがこの葉の忍び。ホーマンとか言ったか。あんた何者だい？凶悪な毒に怯えるしがないアキンドだよ。何がしがないだ。ずいぶん面白いことやってるみたいじゃねえか。ああ、楽しいゲームさ。ご利用ありがとうございました。お客様。ちょっと待ったこれはこれは岡田君。また夜分に押しかけてくるなんて、君は霊気とか霊術をドブに捨てて生まれてきたのかな。ホーマン、てめえ舐めたまにしやがって。でもな、てめえが俺にどんな罠を仕掛けようとしても、お前からこの町を守るっていう俺の信念だけは揺らがねえ。なんてことやら。ホーマン様、すみません、こいつが止まらず。おかっぴき衆の皆さんには失望ですよ。あれだけの金を受け取っておきながら、僕一人満足に捕らえられないとは。失礼いたしました。では務めを果たしていただけますか。もちろんです。待ちな、こいつが人さらいに加担してた証拠と、そこのバカを罠にかけようとしてた密約状はここにある。捕らえるべきはホーマンだ。ホーマンのバカ言ってんじゃねえか。俺は無実だって。そうか、それはすまなかった。何をしやがる。何もクソもねえ、族の小娘の言うことなど信じられるか。知ってたな。何をだ。最初からホーマが黒だって知ってたなって言ってんだよ。証拠もねえこと言ってんじゃねえよ。たあいもなかったねえ、岡田君。この髪忍びちゃん。クソが、話せ。君もおとなしく、同僚と同じように僕のおかげに従っていれば、その命も、かわいいお花ちゃんの命も、失うことはなかったの。お花は今から重大な罪が発覚して、縛り首になる予定さ。けど、しかしこれでシチューは完璧に掌握。運よく手に入れたこの娘を拷問して、里の場所を聞き出せば、この葉の里が滅ぶ。そうすれば鍋島家は終わり。ずいぶん簡単なゲームだったな。私も何も話さない。強がっていられるのも今のうちさ。鍋島を潰してどうするつもりだ。竜造寺を復活させるのさ。何？幕府ごときの人恋で正式にこの地の支配者になったつもりの鍋島に思い出させてやるんだよ。本当の佐賀の支配者は誰なのかということをね。そして幕府の恋には何も意味がないということを日の本全てに思い出させ、再びこの世を戦国に仕立て上げる。そうしたらまた最高のゲームが幕開けだ。ふざけるな、なのうまくいくはずない。それは君が心配することじゃない。君が心配するべきはその体の心配さ。それはあなたにも言えるわね。誰だ。あなた、なんだ、命か。バカ、まんまと七に飛び込んでくるとはな。あら、気がつかなかった。まだ話してあげたんだけど。ふざけるな、僕が避けられない攻撃じゃなかった。絶対になった途端に思うもんだろ。気がつかってるわよ。何が劣勢だ。くのいち一人増えたところで。あれ、本当にくのいち、なんか見たことあるんだけど。バカに、何言ってんの。どっかどんどんくのいちでしょ。あれ、
腕が立っても立てにくるで兵士の一番もいるからな。お前ら、こいつに出会いの一つ小判一枚だ。稼げー。なんでだよ、こっちも助かるだよ。ね、いいでしょ。お前は、ちょっと待って、くそくそくそ。おい、ガッキーどもお前らも仕事をしろ。はい。一体なぜこのタイミングで裏切る？静まい！この方を一体どなたと心得る？このお方こそ、佐賀を進める、鍋島家三大当主、鍋島光重様であるぞ！この後も、裏戦い、耐えよろー！ははーん！これやんなきゃいけない流れ？空気読んで。殿、整ってございます。てってれー！パート2！ 騙されたな、タハンドスパイめ。私は貴様に操られたふりをしながらも、その実、お前の目的を探るお殿様だったのだ！何？本当にうちの殿様なの？そうよ。なんで殿様が潜入任務してるの？知らないわよ。私も知らされてなかったんだから。貴様の目的が分からず、ひたすら泳がしていたが、まさかこんなところで尻尾を出すとはな。さっき吐いた目的について、詳しく聞かせてもらおうか。やはり、近年九州に漂う気楽ささ、大物が絡んでいるようですね。だが、どんなことになろうとも、この佐賀藩は守りきってみせる。そのために、そやつから何としてでも情報を聞き出せ。あは、この佐賀忍者龍将にお任せあれ。頼んだ。これにて、一件落着！お前なんで殿様が岡っ引きになってんだよ。決まってるじゃん、やりたかったからだよ。ふざけんなよ。やっぱ殿様なら一度はしないとね。ババーンと出てきて一件落着系。お茶まですぎんだろ。どれいろいろとどれだけ俺らが振り回されたと思ってんだよ。岡田くんもさ、もうちょっと言うこと聞いてくれてもいいじゃん。せっかく泳がしてる対象を追い詰めるもんだから、奴が雲隠れしちゃうんじゃないかって気がけじゃなかったよ。奴にバレないようにさらわれたこと、うちの里の忍びを入れ替えてたのにさ、独自調査までしちゃってさ、変装がバレそうで気が気じゃなかったですって現場の声が上がってるよ。どう責任取ってくれるのこれ。新郎で労災案件だよこれ。これ何で決められてる？今日のお説教部屋は君だから。ネタ盛り込みすぎなんだよ。ちょっと相葉さん、私そんなの知らなかったんですけど。最近あんた全然里に帰ってこないじゃない。そんなに忙しく何やってたのかしら？え？あ、その…あんた最近独断での正義実行が多すぎるんじゃないの？え、そんなことないですよ。指令もないのに独自調査して悪と分かれば即アタック。その中には今回みたいにあえて泳がせてるやつもいたのに。あやむさん、怒ってます？怒ってるわよ。あんたがいろいろ書き回すせいで大変だったんだからね。私あゆめさん、まあ行動力があるのはいいけどね。少しは周り見なさい。はい、申し訳ありませんでした。おいガキ、俺に言ってることと話が違えじゃねえかよ。うるさい、すべては時と場合による。はぁ、っていうかお前お花だろ。お花だよな。なんでこんなところに。めっこおっなんだ、めっここれにて一件落着だよね、鈴木ちゃん。落着です。よろしい。ではその上で素直な気持ちを一つ。無理やりまとめんな。
ったでしょうか、忍者パート2ですね。はい、来週は、ちょっとお盆休みをいただきまして、次の、作品は再来週になります。再来週はホラーをね、お盆から1週間かけてちょっとねひんやりするようなね、涼を取れるようなちょっと怖いお話やろうかなと思ってますので、皆様ぜひお楽しみにしておいてください。皆さんの明日が今日よりももっと素敵なものになりますように。日差し代表島原秀樹でした。バイバーイ。ドロー。